はい、勝利ということでね、隠されたステージが解放されました。達成、弁財天5回勝利でした。隠しステージ解放、裏極流獄の釜、なるほど、裏これか。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。参加使っても課金攻略。今回はね、弁財天5回クリアすると、まあさっきをね案内来たんですけど、これね、はい、メディオさんね戦えるようなのでやっていきましょう。いいね、メディオ ZZZ かな、これゲットできるのかな。必殺技に反撃、必殺技効果無効、技切り吸収、お邪魔玉、フィーバー時間短い。さあ行きましょう。特にお払いないのかな。やっていきましょう。どんなもんですかね。ゲットできんのかな。嬉しいね。私ね、メールを持ってなかった気がすんだよな。ミッションとかあんのかな。やっぱりゲットできますね。うわ、ZZ か。なんだ。まあでもいいや。よかった。なんとかコインで使わないでよかった。ZZ 選べるに、ね。まあ私もともとね、シリーズイベント全然クリアできなかったんで。やべ。あ、もう終わっちゃった。あとちょっとだな。あ、弱いっすねこれ。なんだ、弱かったっすね。何でも倒せそうです。はい、フィニッシュ。いいですね。じゃあゲットまでやっていきましょう。必殺の秘伝書ゲット、いいね。なるほどね。特にミッションないのかな。なさげですね。はい、じゃあゲットしましょう。はい、行きましょう。レッツゴー。いいね。でもね、なんか本当最近の上の人ってすごい工夫してくれていいですよね。本当いろんなタイプのユーザーのことを考えてくれてるというか、楽しいですよ最近のプニプニ。本当冗談抜きで。なのでね、まあ、とにかくぶち込んで終わりですね。やべ、ピーバーゲージフィーズ来ちゃう。間に合った。もうほとんど倒せてる。はい、フィニッシュ。ひどいし終わり方。落ちろ。はい、落ちました。2回でね落ちましたね。ということで、まあ次つなぐはいいかな。メイリュをね初ゲットいいんじゃないですかね。いいね。ほんとすっかすかなんだよねこの辺。ほんとね、イベント全然クリアできなかったんで昔は。それに比べるとほんとね、今すごいクリアしやすくしてくれてるのでね。まあ一応次滅竜イベント最終回みたいなんですけど、滅竜2が今最終章前編なのでね、あれなんですけどね。デブ株によって作る強キャラじゃん。メリオ強キャラだったんだ。いいなあ。ただスキル2はゲットできないのか。清流界にある名流国の、あ、そういえばあれだね、清流ウォッチ復刻してくれたらいいのにな。その邪悪な姿で民を恐怖させ、権力を振りかざして国を滑る。純粋な力のみを信じる性格で部下などへの仲間意識は薄い。ダメダメじゃん。こいつ、良くなったのか。なんかあの最後のエンディングの会話は何だったんだろうなっていうね、感じあるんですけど、名流をね、特に特攻にはなってないので、ここのキャラにもね、紹介されてないですが、
まあ、もともと持ってた人はね、限界突破までやったらいいんじゃないかなと思いますね。ZZ のみ攻略とかね、今回もありましたし。いや、いいじゃん。デカブによって作るだったのか。一応ね、これ、ZZ ラベルコイン、今回もらえるんですけど、おはじきでクリアしてったらね、流星におすすめみたいですね。ここに名竜王あったはずなんだよな。名竜王がいますね。あ、ここで炭になりましたね。で、あと、滅竜コインね、ちょっと私も使っちゃったんですけど、滅竜士コインも、名竜王確かいるので、滅竜士コインはね、ZZ になれば、よいしょ。ZZ 出やすいので、出やすいというか、まあ出るのでね、ここでもゲットね、できるので、はい。まあ、国竜が一番いいけどね、種族効果アップだから。いるね。はい、いるので、まあ、持ってる人はね、たくさんいると思うんですが、はい。私は持ってなかったんで、ありがたいね。これ、いいね。本当にありがたい。で、さっきも言いましたけど、コインはね、7回クリアとか、うん。あと、他にはね、まあ、8、9でもらえて、ZZ ラベルは9回の時にもらえるので、いいですね。はい。なんで、ぜひね、ちょっとドロップもしやすいし、倒しやすいのでね、ぜひゲットしてみてください。ちょっと最後、かっこ悪い倒し方だったけどね。はい。じゃあ、今回こんな感じにしましょう。メイリオ、ありがとう。また、周回させていただきますね。いやー、ZZ 弱いからいいな、これな。もともと限界突破してる人、もともと、技レベルマックスの人、羨ましいな。はい。頑張れる人は周回してもいいかもしれないですね。倒しやすい倒し方あったら教えてください私の倒し方悪すぎるな。デカブに4つ作るとかをね、もっとうまく使えばいいと思うんだよね。特に種族制限ないしね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら。多分デカブに4つ作る妖怪で連打しまくりゃいいんだろうな。はい、そうだね。無念。え、お松が、あれだったのか。さあ、黒竜。そうか、黒竜クローン。明竜王、明竜王もいんのか。さあ、なんかちょっとややこしくなってきましたね。交流国に。今度は交流国。竜道たちの式も、あ、竜道さんまた出てくれるのかな。竜道さん攻撃力アップ妖怪ですね。さあ、新たな国流に渡したいもの。体験だ。あ、これでエクソダスブレード。清流会戦場。次こそ竜神の座をかけて死を決勝ではないかということで、記憶の中の国流。別れの時だ。これが記憶の中の会話ですかね。なんか難しいですね。導きの時。さあ、三種の神器を。黒竜が神器覚醒しました。なるほど、そういうことですね。エクソダスブレードをゲットで、これで継承者が3人揃ったと。クローンは生まれたばっかりなのかな。漫画もね、やってんだよね。かつて俺や黒竜を大きくしのぐ得体の知れぬ気配。さあ、神器覚醒。目印2最終章前編巻。あ、最終章なんだこれ。